皆様、オカルトラジオへようこそ。今日はどんな恐怖が聞けるのかしら。裏祭り。一昨年亡くなった祖母から聞いた話。祖母によると、祖母の父は地元の名家で、分家をいくつも持つ本家の筋だったらしい。その家では一族で信仰している宗教があり、10年に一度本家分家すべてを集めて神事を行う。これは本家から少し離れた山にある社まで山菜を詰めた箱を運び奉公するというもので、その土地の神様に一族の繁栄を祈願するための祭りらしい。これとは別に60年に一度行う裏の祭りがあった。正式な名称はよくわからないので、ここでは裏祭りと呼ばせてもらうが、これは本家分家から10歳未満の子供を集める。集められた子供は夜になると山の中に設けられた広場でみそぎを受け、一人ずつ順番に明かりも持たされずに山から下ろすというものだ。こうして無事に帰ってきた子供は神様に認められて祝福を受けた子供であり、血筋を絶やすことなく今後のより一層の繁栄を約束された子供になるという意味で行われた。しかしこれがそもそも建前に過ぎず、本来の目的は別にある。この裏祭りは本家の人間のみが取り仕切るのだが、祭りを行う前に分家の筋から生贄を一人選ぶ。裏祭り当日、神事を信仰する人間とは別に本家から男が何名か隠れ、生贄に指定された子供を頃合いを見計らって襲う。そして襲われた子供は本家の人間しか知らない特別な祠に連れて行かれ、閉じ込められ二度と出てくることはない。神に子供を捧げることでその庇護を願うのが裏祭りの本当の目的だったそうだが、当然分家だけに絞るとなると反発もあるし、また選ばれた子の親は当然かわいだてをする。そのためもっともらしい言い訳をつけて子供を山の中に一人にすることで襲いやすく、また戻ってこない子供に関しては山の中で遭難したということで行方不明扱いにすることで、ことを必要以上に荒立てないようにしたそうだ。曽祖父はこの時に襲う役を担わされたそうで、祖母にこの話をする時にはいつも辛そうな顔をしたそうだ。曽祖父は戦争を機に終戦後本家から縁を切ったので、戦後その家がどうなったのかわからない。とはいえこのご時世にそんなことをできるはずもないので、ひっそりと取りやめになったのではないかと祖母は言っていた。はい、 DHC オカルトラジオ、ともです。木村です。今日はこの二人でお送りします。はい、お願いします。お願いします。はい、裏祭りというお話でしたけど、はい、聞いたことないですね。聞いたことないですね。いやでもなんかありそうかなって思うような、なんか昔の、まあ、神隠しってひょっとしたらこういうことなのかなみたいな、食いぶちを減らすとかとか、うん、なんかそういうので、ありそうですね。ねえ、なんかこういう、まあ、これはその祭りっていう、はい、そう祭りっていう体を成した、はい、そういう、まあ、生贄っていう感じで言ってるけど、そういう昔の神隠しとかなんかありそう、ね、実は仕組まれとった系はみたいなね。そうありそうっすね。そういうの
の中の一つみたいな、こういう話はね好きですよ。木村さん好きですね。好きですね、こういう話は。そういうなんか人間の、なんていうな、本質というか、なんか本当はこう残酷なところがあってみたいなさ、まあまあひょっとしたらその自分が生きていくために、その口減らしのために、はい、しなきゃいけないから本当は苦しい気持ちがあるのかもしれないけど、うんうんうん、なんか村のルールでとかさ、うん、なんかそういう土着系ですか、はい、やらなければいけないくなってしまうことが、なんかそういう村のしきたり的な、うんうん、そういうのはね、いやいいっすね。好きですか。この話は聞いたことなかったんで、いい話だなと思って。まあでも反発もやっぱあると、うん、まあそうだぜ。自分の親戚の子をそうやって生贄に選んで、はい、するっていうのはさ、いや本当ですよ、ね、だって自分の兄弟の子供とかをそうするっていうことでしょ、うんうん、でもこの親も昔やってたってことですかね。あ、でも60、あ、そうそうそう、60年に一度か。そうじゃん。それがねちょっとね、うん、引っかかるのが、うん、60年に一度ってもう生まれた人が60歳になるってことでしょ、うん、60年に一度ってことは。なので2個、2世帯っていうか2親等どこまで行くんだ。お母さん、うん、子供、うん、孫だとしたら、うん、お母さんの代でやって孫の代で一回やるっていう、ね、そう、なんかそれぐらいのね、ね、離れが一個飛ぶみたいなさ、うん、30年に一度とかだったらね、まだまだね、うん、毎世代起こるみたいなさ、うん、60年に一度っていうのが、そうですね。で10歳未満の子を集めるってことでしょ、うん、そんなに、じゃあ多分人数そんなにないですよね。いや、あ、昔のことだからね、子供がたくさんいるからっていうことはあるのかもしれない。うちのお父さんも7人兄弟とかだった、ね、ああそうですか。まあ言ってみればうちの母親も、まあ、5人兄弟ですからね。まあ昔は7人多いね。でも7人多いですか多い、7人だったはず。だって7、そのお父さんが、うんうん、その10歳未満だったとした長男、うちのお父さんですか、うん、次男ですね。次男、はい、まあ、10歳以下だったとして、はい、まあ、兄貴か姉さんがおったとして、うん、まあどう、うん、4人、4人ぐらいはさ、うん、10歳以下じゃない多分自分含めて、うんうんうん、そうですね。そう考えると、まあ、その兄弟の子供がおったとして、あ、その父さんのね、うん、父さんの父さんの兄弟がおったとしてさ、うん、まあ10人とか15人とかひょっとしたらやっぱりね、おったかもしれんもんで、行くっすね結構。そうそう、一世帯っていうか一家族の中で何人も行く可能性があるのか、10歳未満だもんで。そうそう、あ、それ考えればたくさんにはなると思うんだけどね。そうですね。どこの地域で行われていたのかも、まあ分からないですけど、この話だと。そうですね。まあどこここでもなんかこういうのってあるような気がすんだよな、その土地ならではの宗教、うん、神様を信仰するっていう、うんうん、なんかそういうのにすげえ興味があってさ、うん、あの柳田邦男の、はいはいはい、まあまあ本とかもちらっと見たりしたけど、うん、まあ結構なんか本格的な、うん、まあ、学術的なとこになっちゃうと、うんうん、ちょっとね興味が持てなかったんですよね。なんか本当上っ面だけ、上っ面だけはすごい興味あるけど、ちょっと足を踏み込んだら、そのもう民族学的なところまで行っちゃうとっていう、ちょっと難しすぎてちょっと分かんなかった。それはちょっと分かります。俺も、うん、だから表面だけ好きみたいな、うん、まさにあれですよ、ライトな、まさにこう THC オカルトラジオっぽい。間違いない、間違いないですね表面だけをさらってみたいな。僕らだいぶライトですからね学術とかわからないっていうね。うん、でまあそういう天狗にさらわれたみたいな話だってさ、うんうん、あるじゃない、はい、そういうのもこういう、まあ、そういうの謎の宗教、そういうのかもしれないしさ、うん、その地域に伝わる謎の宗教が、そうっすね、みたいなさ、ありそうだ、あるなこれは、ありそうだもんね、そういうの。でもなんか愛知ってあんま聞かんすね。
そう、うん、なんかどこが多い？なんかそれこそ九州だったりとか、あっちの東北の方だったりとかのイメージですね。なんか土着信仰って、うん、新潟とかあれだったもんね。まあ、ちょっと違うけど、うん、ムカサリ、ムカサリの風習とかも東北の方だったじゃん。そうですね、そうですね。ね、なんかそういうの恐れ山もあるし、はい、骨髪は九州だし。ああ、そうか。なんか本州でも橋の方とか、うん、なんかそういうの関係してんのかな。なんかあるんですかね。それこそだって、うん、あの京太郎さんの、はい、怪談朗読の京太郎さん、はい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 、地元が新潟なんですけど、うん、カラスナあったっつってましたし。ああそうだね、すげえな、京太郎さんのカラスナ、カラスナ、イミナか、イミナ、うん、まあまあまあ同じだね、うん、そういう名前あったと、うん、京太郎さんもあるってこと？あるって言ってましたよ。はー、気になるね。なんか真ん中のあたり、例えば東京とか、うん、まあ、名古屋大阪ではあんまりない気がする。なんかその都会、だからあれじゃない、そういうさ、町は地方から人が集まってきて町になるじゃん、うん、だからそこの、うん、なんだろう、東京だったら東京から昔からあるみたいなのは、うん、まあ少ないのかもしれないね。あ、確かに、もともと東京にいた人っていうのが、うん、それこそやっぱ地方から来た人が、うん、とかさ、なんか正月全然人いないって言いますもんね。そうそうそう、東京なんか3代住めば江戸っ子みたいな、なんかあるじゃない、そういうのって。それこそね、まあ、江戸時代に集まってきたとしても、うん、そうですね、うん、もっと前からこう伝わるさ、うん、そういうのだったらね。だから都市部というよりはやっぱりちょっと外れの地方のみたいな、うん、だからそれ言っちゃえばこの辺だって人が集まってる場所なのかもしれない。そうですね、うん、うん、豊橋ももっと人が少ないところで。でもなんか四国とかもなんかありそうじゃないですか、いっぱい。四国はありそうだね。島国じゃないですけど、うん、日本ですけど島で独立してるから、うんうんうん、なんかお遍路とかも ね、うん、ね、独自の文化があるっていうことで、うん、なんかありそうだね、うん、九州もまあそうだし、沖縄なんて言ったらもうほんとすごい、ね、沖縄なんて言ったらね、うん、もうすごいでしょうしね。すごいね、うん、ユタですよ、ユタ。あ、うん、ユタ全然違う文化ですからね、なんか地域伝承系何にも知らないな。あ、でも、うん、小坂井ってあるじゃないですか、はい、近くに、はい、小坂井のなんかどこの道だったかな、はい、どっかの道が、はい、昔そこを毎月1日だったか15日だったか忘れちゃったっすけど、うん、通る人を殺してて、うんうん、1人目を、うんうん、でそれが、うん、ツバメをに変わって人間から、はい、っていうなんか資料を見たことがあります昔。へで射撃の射に、はい、ツバメに、はいはいはい、祭りって書く、射炎祭かな、ツバメだったかな。でもなんか鳥です確か、はあはあ、なんかそういう日が、お祭りが、お祭りっていうかもうそういう日が毎月確か15日だったかな、14日だったかな、ちょっと忘れちゃった。月に1回、はい、っていうのがあったっていう話を、あ、資料を見たみたいな、はい、前芝の歴史か小坂井の歴史か、そういうその小坂井っていうとの歴史か、前芝だったか、まあ隣合わせなんで、うん、そうね、そういうなんか歴史の本を見出すね、民族学みたいな。そう、なんか多分探せば別に豊橋でもいくらでもあるのかもしれないですけどね。ああ、そうだね、うん、全然知らないんで。ちょっと違う話なんですけど、はい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 、市電が走ってるじゃないですか、はいはい、豊橋に、はい、市電の駅で、はい、東の坂上ってあるんですけど、はいはい、ありますね、あの辺に、はい、図書館があるらしくて、なんてっけな、なんとかセンターみたいな、豊橋駅の方から行くと、はい、右手側になんかあるんだけど、はい、なんとかセンターなのかな、はい、うん、あ、なんか皆さん市電っていうのは路面電車です、路面電車のこと、はい、そうそう、
でそこに、はい、豊橋って、はい、戦争で、はい、死んだ人の、はい、すごく克明に記された詳細を集めた本があるんだって、はい、へー。でそれがあまりにもなんか 生々しくて、はい、こう歴史的にもすごい珍しい書物らしくて、なんか結構分厚い、なんかこう 3巻ぐらいのなんか分厚い本らしいんだけど、その戦時中の資料としてなんか すごい貴重らしくて、あのそういうの調べてる人が全国からそこに、え、そこにしかないんですか？そこにしかないんだって。中央図書館とかにもあるじゃなくて、うん、へえ。それはそこに勤めてるっていう人の、うん、ま、友達から聞いたみたいな。へえ、うん、今でもそうやって全国からあの来るんですよみたいな。へえ、すげえ。なんかすごくないですか？全然知らんかったね。そんなだから歴史を調べてる人、そういう方面の歴史を調べてる人は、うん、まあ、知る人ぞ知るみたいな資料らしくて、だって近くに遊郭もありますからね。あと、あと、はい、あ、そうなんだ、はい、なんで多分そういうなんか歴史を調べてる人からしたらなんかすごいもんがいっぱいあるのかもしれないですね。かもしんないね、うん、知らないだけでね、うん、それこそ本当にだからそういうさ、まあ、その戦争の時代って言ったらまだ最近だけど、うん、70、80年前ぐらいとかね、まあそうそう、うん、あ、空襲がね、空襲があってその時に亡くなった人のなんか、はい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 、まとめたみたいな感じだったような気がするんだけどさ、だからまあその70年前80年前のことが書かれた本だってそこにしかないっていうさ、うん、だったらもっと前のことが書かれた本だったら本当にね、うん、もうなんか人知れず、うん、なんか資料としてどっかに残ってるとかさ、すごいですね、あるかもしれないよね、うんうん、だからそういうここにしかない宗教みたいなさ、うん、ここにしかない。でも木村さんの、うん、あのおじさんの遺品整理の話になっちゃうんですけど、うんうん、刀鍛冶だったじゃないですか、はい、すごい古い刀の本とかありましたよ。へえ、うん、多分結構もう戦前ぐらいじゃないかな。ああそうなんだ、うん、まあまあでも刀のかなんてそれこそね、うん、何百年っていう時代からつながってる話でしょ。あの昔の本なんつったらいいんですか、閉じてある糸で閉じたみたいな、閉じてあるやつ、でした。すごいね、うん、はあ、あるとこにはそういう資料がやっぱあるんですよ ね。なんか今は違うっすけど昔その本家の方だとこういう行事がありましたみたいなさ、うんうん、そういうのがもしあればね、コメント欄で本当聞いてみたいですね。教えてほしいですね。コメント欄で言いにくかったらあのホームページの方から、ちょっと触りだけでも、はい、こんなことがあってみたいのね、うん、言ってくれれば取材しますんで、はい、うん、聞いてみたいですね。聞きたいですね、はい、ということで皆さんの情報をお待ちしております、はい、お待ちしております。ありがとうございました。ありがとうございました。箱、かなり昔のことなのですが、私は関西の田舎町に住んでいて、その時は高校生でした。何にもない普通の田舎町でしたが、町の中央には川が流れていて、その隔たりでできた両地域の温度差というか不自然さを少し感じた時がありました。私の家は大層古く蔵があり、家を改築するときにその蔵を壊すことが決まり、中のものを確認しました。いろいろと古めかしいものがありましたが、なぜか紫の巾着袋に目が行きました。横で作業をしている両親を尻目にひっそりと持ち出したのです。すぐには開けずに、友達内でのいいネタになるかなと後日友達を呼んで開封しました。彼らを A、B、C とします。彼らとは小学生からのつながりでとても仲が良かったのです。袋の中からはゲームのテトリスのブロックといえばわかりやすいでしょうか、それを実体化した
板状のさまざまな形のものが出てきました。この字だったり一の字だったり、また薄茶色であり、各面には唐草模様が浮き彫りしていて肌触りも良かったのです。私たちのテンションが上がり、何のために作られたのか、どう使うのか、材質は何なのかということが私たちの脳内を駆け巡りました。小一時間それらをいじくっていると、 A はもしかしたらパズルなのではと言いました。なるほど、パーツにはデコボコみたいな固定できる部分があり、立体パズルなのかなと感じました。変わる変わるつなげていくと、3面に囲まれた角ができ、直感的に立方体が完成形だと確信しました。しかしそこからが難しくて進みません。他のみんなは飽きてしまい、時間も時間なので帰路につきました。友達が帰った後も私はめげずにそのパズルと格闘していました。数日後、学校であのパズルの話をしようとしたら、 B は嫌がる素振りを見せるのです。そういえば心なしか最近元気なさそうに見える。詳しく聞くと、あれから変な女の人が自分の周りをうろつくようになったというのです。その人は焦げ茶色の和服を着て、黒髪を後ろで束ねているが、全体的に乱れている感じがしたそうです。初め遭遇した時は後ろ向きに座っていて、グミのようにありえない腰の曲がり方をして、こちらを見て笑ったそうです。そして日に日に距離が近づいてくるらしいです。私は彼が怖がらせようと冗談で言っているのと思いましたが、そうは見えない感じでした。しかし私もパズルにはまっていたので、途中でやめるわけにはいきませんでした。 B はあのパズルは何かある、お祓いしに行こうと言いましたが、私を含めた3人は笑ってごまかしました。その数日後、突然 B が学校に来なくなってしまいました。何度も彼の自宅に足を運びましたが、会ってくれません。私はパズルは3分の2ぐらいできていましたが、気持ち悪くなり放置しました。そして B が登校拒否になって5日過ぎた時に、最悪の事態が起きてしまったのです。 C が交通事故に遭い、病院に緊急入院したと担任の口から言い渡されました。私と A はショックを隠しきれなく見舞いに行こうとしましたが、なぜか C の母親にやんわり拒否されてしまいました。私と A の心中は乱れに乱れ、立て続けに仲間に起こった出来事に、今度は自分に災いが降りかかるのかと恐怖していました。そして私たちは親に内緒でパズルを持って近くの神社に行く決意をしました。私たちは神社に足を踏み入れ、神主さんと対面しました。神主さんにパズルが入った巾着袋を見せると、ぎょっとした顔をして凍りついていました。私たちのこれまでの経緯を話し、あとは神主さんに聞いた話。まず巾着袋に入っていたのはパズルや玩具の類ではなく、以前あった土着の宗教の儀式用品であること。大昔はこの辺りでは独自な宗教を信じていて、国の権力下に入った時に多くの人々が徐々に仏教に改心したり、土着のしきたりや風習などを廃したが、一部の人は頑なに土着の宗教を信仰した。時が経ち、周りの人は気味悪がり弾圧しようとしたが、家畜処理やゴミなどの汚れ仕事を容認することにより、その存在を許した。そして川の向こうに彼らを住まわせた。いつの間にか厳しい差別が彼らに対してできてしまった。それは
時代ごとに増していったという。そして彼らの地区では現世の差別から来る貧しさ苦しさからあの世にある楽園に目を向けた。自分たちは選ばれた先民であり楽園に行けるが他の者は地獄に行くという思想は以前からあったがだんだん強くなっていった。そしてその産物がこのパズル状のもので最終的にはやはり立方体になるそうで箱と呼ばれていた。かいつまんで言うとこの箱は楽園に行くための切符みたいなものだそうだ。常日頃楽園を夢見て身の毛もよだつ儀式をして死体を食べたり生皮を剥いだりして魂を高めながら少しずつパーツを組んで箱を構築していく。そして死の間際箱を完成し安心して死んでいく。そして箱をばらして同じことを繰り返していく。私と A は放心状態でした。この箱には人間の痛み苦しみ悲しみ怒りが凝結して凝り固まっている。まさに負の根源だから災いが起きたのだと神主は言いました。何代も前の神主から他の箱を回収してきて全て回収し終えたと思っていたらしいです。私たちは箱を神主に渡しお祓いを受けました。後日 B もお祓いを受けました。最後に箱は何の素材でできているか神主に聞いたところ、それは聞かない方がいいと口を濁しました。数年後 B は精神を病んでしまい精神病院へ。 C は植物人間になっていたらしくそのまま。 A は奇病で右目の視力を失い左目の失明に恐れている日々なのだそうです。はい、箱というお話でしたけど、はい、ちょっとタイプは違うんですけど小鳥箱も思い浮かぶし、まあ有名どこで言うとリンフォン、はい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 、思い浮かべちゃうし、そうだね、っていう、なんかそれの亜種みたいなね、話だよね。でも見たことなかったな、これは。面白いお話でしたね。まあ面白いっていうか興味をそそるお話でしたね。そうだね、蔵の中にあってっていうね、しかも全て回収し終わっていたと思ったっていう。そう、そこの神社に持ってって、その神社のそこ木村さん、そこです。神主さんがたまたまそのことを知っててっていう流れ、そんな偶然あるって言うと思うんですよねまあまあ、そのまあ神社って昔からその土地にずっとさ根付いてるもんだから、まあまあない話でもないのかなとは思うけど、けどまあうちの方で見ると豊橋の方で見ると神社何個あるよっていう話になってくるじゃないですか。まあそうだね、まあ神社何個もあるし、これは山の毛パターンですね。ちょっとね、そうなんだよね。山の毛もこんな感じでしたからね。たまたま神社に、ね、お寺か神社に駆け込んで行ったらこれはみたいなね。テトリスのようなものを組み上げて、組み上げていくと体調が悪くなって、そうだね、災いが起こると。そうだね。でもこの一番、はい、影響しそうな、はい、その蔵の家の人、はい、まあ、主人公だよね、はい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 、その人に何も災いは起きてないんですよね。そうなんですよ。一緒に呼んで、あ、呼んでその一緒に見た ABC に災いが降りかかってしまったっていうところだよね。なんでだろうなってなるよね。持ち主はよくて
なんか守られてるっていうこと、周りがみたいな、うん、でも小鳥箱も確かそうでしたよね。持ってきた人は、うん、特に何にも、まあお祓いは軽く受けたっすけど、うん、けどすごいもん持ってきた、なんかパズルみたいなの持ってきたみたいなこと言って、持ち主は、うん、でその中にいた、たまたまいた神社の息子かなんかがすげえビビって、やばいやばい言い出してっていう話でしたよね、小鳥箱も、うん、あれなんか実害があったっけ。実害は、まあ、全員に実害はなかったっすけど、うん、で誰にもなかったのか。そうだよね、うん、そうだもんね、なかったで、あれは。なんか結局その前のっていうか、そのこういう箱だよっていう、ああそうかそうかそうか、うん、そうか、そうそう、これは実害あるっすもんね。そう、これは実害があるんですよ、うん、でも本人には、持ち主にはない。そうなんですよね、しかもまだ組み立ててもない、うん、なんでなんでってなるね、うん、うん、あとなんかそのちょっとさ、最後の方でパズルを構築して箱を完成し、安心して死んでいく、うん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 、でまた箱をばらして同じことを繰り返していくっていう、家の人がそれをばらしてっていうことかな、なんすかね。なんかここがね、いまいちちょっと、どういうことだろうと思って。もうそれ完成させたら完成させたら、もうずっとそのままの形の方が、なんかいい気がするっていうか、一家に一個的な感じなんですかね。そういう感じだよね、なんか雰囲気。一応まあ神主さんは他の箱も回収したと言ってるので、うんうん、他の家の箱っていうことだよね、うんうん、死体を食べたり生皮を剥いだりしながら魂を高めると、うん、で少しずつパーツを完成させていくと、楽園に行くための切符、うんうん、なんかそれをなんか崩しちゃっていいのかなって、うん、確かに、なんかそれこそ災いが起きそうな、そうそうそう、うん、そう、なんかもう一個作るとかさ、ね、また一から始めるだったらなんかわかる気がするけど、うんうん、でもまあいっぱいになっちゃうんじゃないですか、箱が。まあでもまあそうだね、まあそれ箱を、うん、なんかね、ちょっと腑に落ちないところはあるなって思ったんだよね。なんか今で言うと、うん、それこそクリスマスツリーとか、うん、ひな人形とか、うんうんうん、鯉のぼりとか、うん、みたいに、うん、その儀式をやるときだけ使うから、はい、まあ、要はその日に出して、はいはいはい、で終わったらしまうみたいな感じなんですよね、うん、っていうことですよね。え、日々高めていくんじゃないの。あ、まあまあまあそうですけど、うん、その期間はその日だけじゃないと思いますけど、うんうんうん、でもひな祭りみたいなもんか、3日この儀式が終わったら、うん、3月3日になったらひな祭りの片付けるじゃないですか。片付ける。でもこれも儀式が終わったらそこまではやってるけど、うんうん、終わったら片付けるみたいな。あ、そんななんか短い時間の間に組み上げるってこと？まあ1ヶ月とかぐらいなのかなって俺は思ったんですけど。ああ、そういうことか。うん、結構もっと、私はもうずっとその人の、その半生というか一生かけて組み上げていくものかなって思ったから、なんかそれをまた崩してってなったら、あ、そうかそうか、うーん、そう考えると確かにそれを崩すのは、うーん、受け継ぎ性かもしれないですね、その代々、うん、そのまあおじいちゃんがそれで関節死んだとして、うん、まあ、次の代になるじゃないですか、うん、それもある程度もさ、もうさ、まあ50歳、うん、ああ、まあ、4、50歳ぐらいになってるじゃん、そっからまた組み始めるのかなみたいなさ、うわ、回ってきたってなるんですか。うん、でも、うん、まあ、言っても、まあ、どういうペースでその儀式の時は組み上げとったかは知らんすけど、うん、この子たちは、うん、結構早いペースで組み上げてましたからね。そうだね、途中まで、うん、組み上がるのは簡単なんですよね、多分サクッと、うん、そうそう、難しいもんじゃないんだろうね、うん、だからそこになんか念を込めて作ることに意味があるみたいな、うんうんうん、出ましたよ、土着の宗教。うん、今日は土着特集みたいな感じですね。そうだね、そうだね、うん、まあ好きなんでいいんですけどね、うん、女の人が自分の周りをうろつく、うん、結構その霊障的なもんも出ちゃうっていう。そうだね、なんでかな、そこに関連性が見出せないというか。そうなんですよ、ね、なんか小鳥箱は、うん、言ったらちょっと分かるっていうか、分かる、その人の念が
すごいこもってそうじゃないですか、うん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 、人の呪いの力みたいなのが、うん、でリンコンはまあ最後のオチがあれですけど、うん、地獄に向かっていくっていうので、うんうん、まあまあまあっていう感じじゃないですか、うん、これはなぜっていうね、うん、だからこの儀式のその死体を食べたりっていうのが、うん、結構もっと凄まじいこともいろいろやってたのかもしれないですね。まあ、でもそこでその茶色い着物を着た女の人ぐにゃっと曲がったみたいな、うんうん、それとの関連性みたいなものがちょっと見出せないよね。確かに。まあ実際その造形は気持ち悪いよ、うん、そのね、うんうん、その女の人の造形っていうのは、うんうん、ビジュアルってビジュアル的なものは、うん、だからまあそのなんか恐ろしいものの代表として登場させたみたいな、うん、何何やばいやばいやばい、キマさんこれ創作ですそうなっちゃうんだよね。なんか関連性がいまいちなくて、うん、その最後の、うん、なんか精神病院に行ってしまったとか、うん、植物人間になってしまったとか、うん、怖いものの不幸のものの象徴じゃないですか、うん、両方とも代名詞っていうか、そうそう代名詞的な、で目の視力もそうですし、うん、なんかねで、まあ、お前は大丈夫なんだみたいな、そうそうなの、そこも含めてさ、うん、あと神主ですよね、神主ね、いやいやいや疑ってかかるのは良くないと思うけど、うん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 、なんか話をやっぱりこう冷静にこう見てくと、うん、なんかね、そうですね、でもこの川の隔たりでなんかちょっとこう雰囲気が違ってみたいなのはすごくいいんですよ、うんうん、そこの感じは、うん、そういうの合うと思うし、うん、いやでもなんかさーっていう、この女の人を出さず、そうだね、うん、でこの川の下りは言って、うん、神主さんは、うんうん、なんか分かる人に聞いてくるみたいな、ワンクッション挟むみたいな、神主さんに相談に行くけどそこの神主さんは分からず、うんうん、でも古くからもっとやってる、うんうん、そのこの土地にまつわる神社があるからみたいなので紹介されるとか、一発目で行っちゃうと行っちゃうとちょっとみたいな、うん、そうだね、そして精神病と植物人間で、要はもう体が動かなくなったとおかしくなったよっていうのを伝えたい、ね、そうだね、そうだね、なぜ私に降りかからなかったのか、うん、なぜ友達に行ってしまったのか、うん、なんで最後は、うん、あだってお祓いする前ですもんね、友達が調子悪くなったの、うんうん、一応神主さんのところでお祓いは受けてるみたいですけど、うんうん、受ける前だけどさ、うん、実は私も何々ですを付け加える最後に、ああまあ、うん、そうだねそうだね、あそうだね、うん、まあそれがあればまだあれいいかな、うんうん、なんかツイッターに結構前ですけど、うんうん、怖い話の添削してて笑ったって感じなんかしちゃうよね、うんうんうん、こういうのは、うん、唐草模様とか、うん、何でできたんでしょうねこれ、うん、ね、教えてくれなかったですけど、うん、聞かない方がいいと言われた素材、まあ人の皮じゃないかね、うんうんうん、ね、ちょっと思いましたそれは、そうだよね、うん、人の皮でできた、なめしてなめして、そう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 、硬、うん、くして硬くしてみたいな、その木とかじゃないんでしょうね、違うでしょうね、うん、だからまあ小鳥箱から来た派生して似たような話をちょっと書いちゃったみたいな、まあリンホンも見たでしょうね、もうそうだね、うん、参考にしつつサンプリングス、サンプリングスやっぱりそうだね、はい、パーツパーツを合わせて、うん、で山の毛の神主とそうだ、ね、だオールスターってことですよね、ある意味、確かに怖い話、いやでもやっぱちょっと劣化しちゃってるからね、あーそっか、うーん、やっぱ難しいんだよね、完成度の高い
怖い話を作るのは、難しいですね、怖い話。なんかさっき怖い話探してる時にこの収録前の、うんうん、なんか怖い話には3つのパターンがあるみたいな、お話があったの、うんうん、見てて、うんうん、面白そう、聞きたい。うんと、なんだっけな、1つ目が、うん、どっかに行って、うん、幽霊に遭遇する。ああ、はい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 。要は普段行かない場所、はい、心霊スポットとか。おお、はいはい。まあこれが一番オーソドックスだと。おお、うん、あれはおじいちゃんの田舎に行ってっていうやつとかもそうです、ね。もうそう。うん、非日常に、まあ、日常的な場所に行って、はい、はいはいはい、幽霊に遭遇するパターン。はいはい、これが一つ目。はい。二つ目が、うん、日常に潜むパターン。うん、要は家とか。うんうん。うんうん、とか、まあ、トイレお風呂とか、うんうんうん、日常パターン、うんうん、で3つ目が、うん、自分が幽霊的な感じになるパターン、要は木村さんとこう喋ってるのに、うん、まあ分かりやすく言うと、うん、店員さんが来てコップが1つしか出ないとか、うん、はい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 、何かその自分が見えてないパターンや、その相手が見えてないパターンや、うんうんうん、っていうのが3つ目って書いてあったんですけど、大きくはこの3つに分かれれるみたいな。なるほど、うん、はあ、その一コアとかをなしにしてですよ、うんうんうん、小鳥箱は、小鳥箱は何なんですかね、ちょっとカテゴライズしにくいよね。土着進行形ってカテゴライズしにくいですね。ねえ、まあでも田舎の話なんで非日常とか、うん、でも小鳥箱自分の蔵からできてました、ね、そうだね、うん、あでもそういきなりカテゴライズできんって、どういうことですか？そう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 あるそんなことっていう。あでもさ、うん、何か見つけてきてそれきっかけで始まるっていうのあるよね、うん、例えば古本屋に行って、うんうん、それ4つ目のパターンにしましょう、しましょう、うんうん、アイテム系、そうそう、アイテム系、うん、このまあこの、 あの箱の話にすれば箱だし、うん、小鳥箱にすれば小鳥箱だし、うん、本屋に行って、うんうん、この本をとか、まあ、その骨董品屋に行って買ってきた鏡がとか、うんうんうん、ありました ね前も、そのネックレスがとか、うん、そういうどっかから見つけてきた、うん、河原で石を拾ってきて、うん、人の顔をした石を拾ってきてとか、そういうアイテム系、アイテム系、うん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 、それも含めてもいいんじゃない？アイテム系はでもどうなんですかね。非日常にも入るっちゃ入るんですかね。普段行かなくて、うん、まあ、川とかだったらそうですよね、うんうん。川とかはそうだね。でもそこで起こったことじゃないからね。それはそかそか何かを持ってきたことによって何かが起こるってことだから。アイテム系じゃあ四つ目としましょう。四つ目だね。うん、そうか、そういう分類で見たことなかったな。うん、なんかあるらしいですよ。ああそうなんだと思って。うん、見てましたけど、なんか分かりやすく映画のタイトルとか言ってましたけどね。ああ、うん、この話はこれだよとか、うん、なんか2つ目のその日常で起こる系、うん、日常侵入系が、うんうん、呪音とか、ほうほうほう、そういう系、自分家にも出るし、うん、まあその家に入ったら、うん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 、家に入って最初の呪音って確か家に入っても出てなんかどっか違うところで襲われてたりしましたよね。呪音見てないんだよね。そうなんだよ。最近の呪音はもうあの家に入って家で殺されるパターンがよくあるんですけど。あ、何個もあるの呪音って。呪音いっぱいある。あ、そうなんだ。へ、はい、そっか、カテゴライズして見てみるってことか、まあ、分析ってことね。うん、なんか面白そうっすよね、うん、くねくねはあれっすもんね、パターン1ですね。パターン1だね。非日常系、山の毛もそうだね。山の毛もそうっすね。うん、結構この4つで日常、うん、日常侵入系、うん、うん、自分が幽霊っていうか、これなんて言ったらいいのかな、ちょっと名称が難しいけど、まあ自分が難しい、ね、見えないものがいる系、系、うん、か自分が見えなくなる系、自分が見えなくなる、周りから、周りから自分が見えなくなるっていうことはないでしょう。例えば、うん、誰が書いてんのみたいな話になるよ。あ、まあそうかそうかそうか、うん、そうですね、うん、ちょっとそれなしにしておきましょう、うんうん、友達がとかですもんね、大体友達が、友達がなってましたみたいな、自分がなるパターンないですもんね、うん、そのなんか言いなだっけ、見えなくなる自分が、なんか俺の説明がちょっと下手だったかもしれないですけど、うん、自分が、うん、何だったっけな、ちょっと調べていいですか。いいっすよ。あれどれだったっけな、
すいません、はい、幽霊が出る、うん、あ、幽霊を見る、はい、それが1、はいはいはい、幽霊が来るが2、うんうん、だ要は自分家に来る、はいはいはい、うん、幽霊になるっていうのが3つ目、うん、らしくて、なるってなんだ。とりあえずまあパターン1、まあ、さっきも説明した通り非日常的な場所で幽霊を見ると、はい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 、パターン1、はいはい、でパターン2が日常に未知のものが侵入してくる、うん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 、まあちょっと多少人怖っぽさもあるよね。そうですね、まあ、残影とかも、うん、そうだったっていう、うんうん、次が、うん、自分自身が幽霊のようになる、これがパターン3で、うん、隣にいる友達の存在が疑わしくなってくると、あれ隣で歩いてるのちゃんとあいつだよなみたいな、うん、要は例えば横で寝てる人が、うん、友達が横で寝てたのに、うん、あ、違う人かもみたいな、かもみたいな、うん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 、って書いてある、うん、って書いてありますね。はー、そのなんか代表作というか、その3個目のやつは、うんうんうん、ドグラマグラ、ほうほうほう、自分が誰なのかわからない状態と、うんうんうん、まあ、2番が呪音とか残影、うん、パターン1の方が、うん、パターン1はねちょっと出てないっすね、うん、まあまあでもよくあるパターンだもんね、うん、それは、そうそうそう、廃墟に行ったらとか心霊スポットに行ったら、はいはいはい、はい、であとはアイテム系、うちで付け足すなら、付け足すならね、はい、本当にそれで分類できてんのかな、分かんないっす。ちょっと3つ目がね怪しいっちゃ怪しい、そうだね、ちょっとよく分かんない、なんかもやっとしてるな、うん、うんうん、まあでもその人はそうやって分類したってことだね、うん、あ、一応ちょっと分かりやすく3番の説明してくれる、はい、はい、昔、はい、肝試しをしたことがあるんですよ、はいはい、その時大勢で行くんじゃなくて、うん、仲のいい友達と2人で山にある墓地に行ったんです、はいはいはい、で最初は2人で怖い話、あ、怖い怖いと盛り上がってたんですが、うん、途中でふっと意識の状態が変わり、うん、恐怖のレベルが上がったんですよ、うんうんうん、隣にいる友達の存在が疑わしくなってくるんです、うん、あれ隣で歩いてるのちゃんとあいつだよなと、うん、周囲は暗闇で最低限の街灯があるだけ、うん、相手の顔はちゃんと見えないし自分の体だってちゃんとは見えてない、歩きながら自分たちの会話だけが耳に入ってくると、うん、しかし暗闇で聞いた時友人の笑い声がなんだか聞き慣れないものに思えてくる、うん、ここまで来れば次が最後の一歩です、うんうん、今喋ってるのこれは俺の声だよな、うんうんうん、つまり自分の声すら何か別の人間の声のように聞こえ始める、うん、と、うん、パターン1と2では、うん、自分というものが安定した状態で幽霊を見ると、うん、だけど、うん、パターン3は、うん、そこが自分そのものが未知何かになってるよう、精神的に不安定になるみたいなっていう感じなんですかね。ほう、なんかあんまそういう話でも思いつかない。そうなんですよ、うん、ちょっと今パッと思いつかないんですけどね、うん、あれとかそうですか、ゲシュタルト崩壊とかみたいなね、有名どころ、うん、なんかそういう感じっぽいね、うん、そんな感じですかね。とおからじで言うとアイテム、アイテム、うん、そうね、この4つに分類できるんじゃないかと。できるのかな。なんかその辺を注意して、そうですね、もう一回こういろんな話をちょっと見直してみたいね。うんうん、例えば、まあ、12月は毎日アップなんで、うん、1月に上がる話は全部この最後にパターンをに当てはめるっていうか、うんうん、この話はパターン1でしたねっていう、うん、そうか、なんかそのじゃあそのパターンはさ、今さそのなんか誰かが、選別したパターンでしょ、うんうんうん、はい、なんかそこをもうちょっと分かりやすくおからじ流の、そう、流の何かそういうカテゴライズをして、を作って、そうだね、あ、ちょっとやってみるのもありですね、面白そうな気がする。なんかちょっとやっぱ3番はなんか、うん、なんかぼやっとして、そうそう、ちょっとぼやっとした感じするな。なんだろう、これっていうものが出てこないから、出てこない、うん、うん、すごいわかんない、うん、なんでまたこれちょっとパターン決めて、うん、てかコメント欄でこういうのもこのパターンじゃないですかみたいなのがあれば、うんうんうん、
教えてもらいつつ、そうだね、ちょっと宿題だねこれは。そうですね、うん、ちょっとやってみましょうかまた。そうだね、パターンカテゴライズ、そうパターン化カテゴライズ化、いいっすね、うん、なかなかなんか面白そうかな、面白そうだね、うん、うん、なんかいいアイディアも出ましたんで、うんうん、まあ、やるやるっつってやらないおからじなんで、そうだね、はい、いつやるやる詐欺なんで、いつやるかは分かりませんがちょっとやってみようかなと思います。はい、はい、じゃあ終わりでいいですか。大丈夫です、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。また後ほど。